クリミア半島で連続爆発事件が続いているみたいだね。これがまさかウクライナ軍の新兵器テストだったらしいから、驚きを隠せないよな。次はクリミア大橋の大爆破が大反攻作戦のスタートの合図となるかもしれないと騒がれているしね。さて今回はそんなクリミア半島での連続爆破について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年4月14日、ウクライナで国家安全保障国防会議書記を務めるオレクシー・ダニロフ氏は、クリミア半島において頻発している爆発事件についてウクライナの軍需産業ウクロボロンプロムは新型兵器の開発や試験に従事しており、それらの兵器のテストは我々の領土で実施されるため、新型兵器のテストがクリミアで実施されているとしても何ら不思議ではなく否定できないと発言したよ。また、ダニロフ氏はクリミア半島に駐留しているロシア軍がウクライナ軍の反攻作戦を警戒して、防御陣地を構築していることに関してロシア軍は私の発言を信じるべきで、彼らがどれほど塹壕を掘ったとしても我が軍の攻撃で絶対に助からないという恐ろしい言葉を付け加えたな。さらには、クリミア半島を奪還するため、国際法で禁じられていないとされる複数の兵器の試験や使用を行う考えも示しており、ウクライナ軍の長射程兵器の開発が実用段階となっていることをほのめかしており、いつでもクリミア半島にあるロシア軍の基地や施設、あるいはロシア本土からの補給路として重要なクリミア大橋を破壊することも可能だと脅しているようにも感じたぜ。現在、クリミア半島に発生している爆発事件は、ウクライナ特殊部隊などによる破壊工作活動やドローン攻撃、あるいは現地住民のパルチザン活動などの可能性を指摘する声もあるが、それらの爆発の中にはロケット砲弾などによる攻撃としなければ説明のつかないものもあり、それがウクライナ軍の秘密兵器なのかもしれないね。ウクライナ防衛産業協会の会長を務めるイワン・ビンニク氏が、2022年5月にビルカイムロケット弾を初めて戦闘で使用して以来、射程を 150km まで延長した改良型の開発作業を進行中である。次は使用前のテストは行わず、いきなり実戦で試すだろうと語っていたことと今回のダニロフ書記の発言を照合すると、ウクライナ軍が噂の長射程攻撃兵器を隠し持っていることが明らかになってきたよ。実は今までに確認されたウクライナ軍の長射程攻撃兵器の情報をまとめると、6つ兵器が候補として挙がっているんだ。一つ目はイワン氏が述べたビルカイムの改良型で射程 150km に延伸されたロケット弾のことを指し、これは旧ソ連製の多連装ロケット砲システム BM30 スメルチから発射することが可能で、かつ GPS 以外の誘導方式を採用していることから GPS が妨害された状況下でも狙い撃ちできる兵器だね。二つ目はウクライナ軍が侵略を受ける以前から密かに開発を進めていた短距離弾道ミサイルフリムニのことを指し、2023年3月23日にロシア国防省がロシア国内に飛来したが撃墜したと発表したことで、ウクライナが試験的に発射したものではないかと示唆されているぜ。実は1991年に旧ソ連が崩壊後、ウクライナ国内にも配備されていた全ての核兵器を放棄した際、核弾頭を搭載可能な大陸間弾道ミサイル ICBM も放棄したため、ウクライナが保有している弾道ミサイルは射程 120km の OTR-21 トーチカ U のみとなっていたんだ。やがてトーチカ U の老朽化が進み、近代化改修のために必要な知識や技術、部品などをロシアの軍需産業から提供してもらうこともできず、国家安全保障国防会議が2006年に開かれた時にトーチカ U よりも優れたミサイルシステムをウクライナ国内で開発を進めることを決定したぜ。その後、2016年にはサウジアラビアから4000万ドル約54億円の研究開発費が援助されて共同開発をする流れとなり、2019年4月に2発のフリムニが完成したことが報じられた後はウクライナとサウジアラビアそれぞれが、1発ずつを保有して試験することになっていたのだが、2022年2月24日にロシアによる特別軍事作戦が始まったことで開発情報が入ってこなくなっていたってわけだ。このフリムニは射程 500km 以上とされており、
ウクライナ軍が奪還したヘルソン州から発射してもクリミア大橋を破壊することも可能であり、仮にウクライナ軍が多数保有していたとして、それらによる飽和攻撃を実施すれば、いかにロシア軍がクリミア半島の防空体制を固めていたとしても全ての迎撃は難しいだろうね。ロシア国防省が発表した通りに撃墜したミサイルが本当にフリムニであれば、実戦の場において死者したとも考えられ、後のイワン氏の発言が裏付け証拠にもなるぜ。うんうん。そして三つ目は国会でロシア海軍黒海艦隊の旗艦であった、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを昨年の4月に撃沈したとされている、ウクライナの独自開発によって誕生した射程 300km の地対艦巡航ミサイルネプチューンの対地攻撃型だね。これが射程 300km のまま回収されていれば、ウクライナ軍が昨年11月に奪還したヘルソン市周辺からでもクリミア半島が射程圏内に入り、さらにドニプロ川を溶かしてノバカホフカまで進出すればクリミア大橋も余裕で破壊することができると思うよ。四つ目は軍需産業ウクロボロンプロムが昨年10月17日に、最大 1000km の飛行範囲と 75kg の弾頭重量を持つことができる無人航空機の開発が完了したと発表した UAV だな。この UAV の詳細はつかめていないが、現にウクライナは旧ソ連製のツポレフ中141ストリースという、航続距離 1000km の偵察用ドローンを運用しており、今年の3月29日にクリミア半島中部のシンフェロポリ市付近にあるロシア空軍基地付近でロシア軍が、ウクライナ軍のドローンを撃墜した際に大きな爆発が起きたことにより、自爆攻撃型ドローンとして運用していることを確認しているぜ。このストリースとは別のドローンを開発したのか、あるいは自爆型に改良されたのかは不明だけど、ウクライナ軍が長距離を飛行して攻撃するドローンを保有していることは間違いないよ。5つ目はイギリスが極秘プログラムによって開発された、長距離飛行が可能な自爆型無人機をウクライナに供与する可能性があると報じていたものだね。当然極秘だからプログラムの詳細はまだ明かされていないが、アメリカのメディアはサンディープリンターにより製作された垂直離着陸型の無人機やデルタ翼の自爆型無人機が含まれていると伝えており、イギリス政府もウクライナに提供する長距離攻撃兵器を使用すれば、ロシア軍のインフラ攻撃能力を混乱させ、前線にかかる圧力を緩和するのにも役立つだろうと述べていたな。そして最後の6つ目は、アメリカが提供することを約束したハイマースから発射可能な射程 150km の地上発射型小直径爆弾通称 GLSDB を挙げているよ。GLSDB は弾頭に GBU-39SDB という航空機用の小直径 GPS 誘導滑空爆弾を搭載し、ハイマースや M207 などのマース用の M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせたロケット弾となっているんだ。ただし、GLSDB は現時点でアメリカ軍にも配備されていないことから在庫がなく、弾頭の GBU-39SDB の製造元のアメリカのボーイング社と、ロケットブースターとの接続を担当しているスウェーデンのサーブ社の連携が必要不可欠とされており、生産が追いついていないので候補としての可能性は低いぜ。ウクライナ軍がいずれかの長射程兵器をすでに運用しているのかどうかは明らかとなっていないんだけど、大反攻作戦の成功の鍵になることは間違いなく、一方のロシア側は事前の活発な偵察や破壊活動が必要となるため、世界最強と謳われるスペツナズ特殊部隊の活躍がなくてはならない作戦になるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。